セカンドストリートです。どうぞご覧ください。はい、ということで本日はお泊まりということで皆さんにお泊まりルーティーンをお届けしたいと思いまーす。はい、はい、今回は撮影が終わって結構時間が経ったので、まず晩ご飯食べたいと思いまーす。もう今日は作らないでお惣菜で、はい、近くのスーパーでお惣菜を買ってきました。はい、今日はもう達也と悠希の夜の過ごし方をぜひぜひいつも通りの感じを皆さんにお届けしたいなと思います。はい、悠希が盛り付けてくれました。はい、ということでいただきまーす。お酒欲しくなるやつだね。そう、うん、じゃあ飲もう。サルサルゴリラチンパンジー。なんかないの最近の、なんか男事情みたいな。最近可愛いなと思った男の子がいるとかない？いや、可愛いと思った男の子がおるよ。今までのお姉さんでかっこいいなと思う人いた？え、正直言っていい？うん、いない。結構なんかさ、お姉さんの時は結構さ男っぽい方多いじゃない、短髪系とか、うん、が僕ほらあんまタイプじゃないじゃん。可愛い子がいいですね。悔しい。最近私もうあんたばっかり綺麗綺麗って言われて。何ですか？でもほら常日頃から恋愛はしとくべきって、常日頃からムラムラしとかないと引きされちゃうからって言ってるじゃん。だから最近それがないんじゃない？じゃあ、あんたでも肌綺麗だからね。いや本当にね、だから肌の綺麗さは大事よ。お肌はマジで大事。モテるにしてもどんだけイケメンでもお肌汚いと本当に 30%40% マイナスに見えるから。私顔だけじゃないと思ってる。だからその普段見えるところがやっぱ大事よ。見えないところも大事だから。でもちろんそうだけど、それってさ、その二の次じゃん。見せるまでにあたってそこまでいかない可能性があるから見えるから。なんでじゃあ逆にあんた肌綺麗なのにさ彼氏ができないんだ？それなんだよねそれなんだよね。だから俺も相当性格悪いんじゃないかなって自分で思い始めた最近。でも周りの人は結構褒めてくれる。なんか、なんで逆になんで雪持てないんだろうねみたいな。え、正直持てるでしょって言ってくれるの。けど本当に持てない。なんかほら料理とかもするし家庭的なのにし、あれなのなんで持てないのみたいな言ってくれるんだけど、なんでなんですか？じゃあなんでかって思う人はみんなコメントに書いてください。いやなんかやっぱり性格悪そうだから、ね、怖そうとか多分言われそう。第一印象悪そうとかさよく言われる。恋愛なぁ、もう何年だろう、2年ぐらいしてないんだ。最後付き合ったの2年前ぐらいだな。うん、実はね恋愛したいね。あんたとかはさ、喋んないじゃん。喋らなすぎるんじゃない？ああ、そうだね、喋んないね。自分のこと喋らない人じゃない？いや、喋るよ、俺は。喋るけどさ、うん、なんかその、なんでガツガツ自分のこと話すってわけじゃないじゃん。聞いて聞いてではなくない？うん、知らないけど聞いて聞いてってうざくない？いや、勇気がやられたら別に嬉しいけど、うん、なんか自分がやってたら向こううざいかなとか思っちゃうね。だからそこもう本当に自信がない。それがそういう人に喋らない、うざいなと思うだろうなって人に喋らない。だからいいのよ、彼氏じゃ作んなくて。あんた色濃いから作んなさい。いや彼氏が欲しいよ。もうだから色濃いから作らないって彼氏なんてできねえから。まあそれはそうね。はい、ごちそうさまでした。残りはやっぱ明日食べます。生キワなんで洗ってるやつ。はい、洗ってます。くれたやつ。これでいいじゃん、普通の。あ、これお母さんがなんか送ってきたよくわかんない T シャツ、兵庫。あ、これ、これ着てくださいお母さんが送ってきました、それ嘘でしょ。変わったお母さんなんで。嘘でしょ。クソダサい T シャツをたまに送ってくるんですよねじゃあこれにしよっか。じゃあこれにします。はい、はい、お風呂上がりです。ありがとうございます。化粧水とかちょうどええやつがあるんです。実は提供していただいててもらったんですよ、これで。ゆうきは数日前から結構使ってんねんけど、めっちゃいいからこれ今日使ってほしいと思って。ちょうどネイチャーカンっていうとこの CBD。 うんうん、でなんかスキンケアなのこれ。そう、提供でもらってて。え、洗顔した？洗顔はした。変わった？だから洗顔後これ多分とりあえずパックしてほしい。ほんまにでかい。さっき今さ恋愛話してたけどさ、言うてさあれやん、肌は大事やから。匂いはでもそんなになんか、へぇ、CBD のやつって私初めてかも。ネイチャーカンの CBD って。これ何塗ればいいの？そう、結構普通に多分伸びいいから、うん、全体的に。これがスキンケアになるって書いた。これはとりあえずクレイマスクやから、
クレイマスクやからパックみたいな感じ。すんごいなんかあれじゃない、ハリウッドセレブになった気分。でもこれあれ週に2から3回とかでいい、これ毎日やるわけじゃない、これはそのこれアロエベラ配合やからめっちゃいいよ。でそのこれのこれをなんか5分から10分置いてもらって洗い流して、でさっきのこのモイスチャライザーを塗るとあのちゃんと保湿もされるから。へえ、これがめっちゃ保湿力高いから、モイスチャライザーが塗った感じどんな感じ。なんていうの、クレイだから泥ってことでしょ。でもなんかさ、すごい、なんていうの、その泥のさ、ざらめき感がなくない、塗りやすくない、なんかね、滑らかな、滑らかな泥って感じ。でもやっぱり、なんか土だからやっぱ乾燥してきて、あ、そう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 、あのカピカピカピになってくるけども、うん、そう、それで5分、10分したら洗い流す。アロエベラ配合やから、そのなんていう、夏日焼けとかさ、あんたよく焼くやんか、うん、それとかにめっちゃ効果的やん。なんなの CBD のこれは、この商品は。このネイチャーガンの CBD、うん、これオイルやねんけど、ここに 20% CBD オイルって書いてんねんけど、その CBD っていう成分があって、うん、それがこれに 20% 入ってんの、でここはなんかあの 5%、10%、15%、20%、あと 40% っていうのがあって、そのパーセンテージによってちょっと値段は変わってくんねんけど、だから最初はちょっとなんかあの試してみたいなっていう人はちょっと少なめの 5% とかからでも全然買ってもいいしみたいな感じで、まず CBD が何なんて話やねんけど、この CBD はなんか過剰ななんか皮脂の防止とか抗炎症作用もあることが確認されてるみたいやから、湿疹とかシミとかなんか肌トラブルとかをすごい抑えてくれるんですよ。へー、そうだからめちゃめちゃ優秀。その日焼けでやっぱりそう酸をさ浴びるとシミとかできやすくなるでしょ。まあた、まあ私にはもう避けれないもう道ですからね。それをちゃんと予防した方がいいっていうことで、まあそうですね、めっちゃおすすめしたいね、これ達也に。うーん、そう、クリーマスクと保湿クリームにはアロエベラが入ってるってさっき言ったけど、それが入ってるから日焼けとかにめっちゃいい。もう保湿は大事だからね。めっちゃ大事。そうだからなんかそのほんまに夏のアフターケアにめっちゃいいよ。でこれは10分ぐらい置けばいいのね。5分から10分、うん、でその後にこのモイスチャークリームを塗るんだ。そう、洗い流してからそれでしっかり保湿する。じゃあこれはあの塗ってもいいってこと。ニキビにもいいし、それさっき言ったシミとか、うん、そういう。でもこの保湿クリームとかは別に顔以外にも全然使える、うん、私一回洗い流してきていい。あ、もう経ったんちゃう多分、うん、そろそろ、うん、はい、一回洗い流してきてください。洗い流して、夏やピッカピカになっちゃうよ。はーい、はーい、はーい、洗い流し終わりました。どうですか。なんかでサラサラしてる。ほんと、あ、でもなんかいい感じよ。ほんと、うん、サラサラしてる。はい、多分めちゃめちゃ伸びいい。ほんと、うん、うん、あ、オーガニック、オーガニックなんだから天然由来しか入ってないから、これ一気に潤ったって感じ。保湿力いいでしょ、うん、これはあの体の中からこう摂取することもできるし、うん、まあ説明にはそっちを書いてたりするんだけど、うん、でもネットとかの中にはあの普通に肌に塗ることもできるから美容液みたいな感じ。そうそうそう、的な感じで塗ってもらって。どうやって開けるのこれ。これね、なんかチャイルドロックがついてて押しながら回す。で、ちょっと手に一滴の、多分これ一回ギュッてやってこれめっちゃ多いと思う。普通にオイルが伸びいいから、うん、ちょっとちょうだい。これなんか多分そう半分くらい、これぐらいじゃない。うわぁ、気持ちいい。で、なんかその中、体の中の摂取の仕方は1日に2、3回あの、うん、1回あたり 2から5滴を、うん、あの下の下の下に垂らすから、かかは、うん、面白いね、垂らして摂取するんやけど、全然塗ってもあのニキビとかにめっちゃ良かったりするから。あとはなんかハンドクリームとかもあるから、うん、これね、クリームこんなん。あ、でも匂いはほんまになんてそのオーガニックな匂い、うん、自然な匂いっていう、ね、うん、あ、めっちゃいい。で、私は結構ほんまになんかその手入れめちゃめちゃする人やから、うん、そのリップ、この今回リップクリームも提供してもらってるから、うん、最近だとこれをなんか寝る前にリップ塗って寝る。で、次の日は唇プロンプロン、こういう感じで
最近私マスクって言葉してなかったから、うん、スキンケアでマスクマジで大事ね。このしかもなんかそのシートじゃなくて、うん、これのクレイマスク、ネイチャーカーのこのクレイ系のマスクっての初めてだから、うん、そう、しかも全部ほんまに化学物質みたいな入ってないね、うんうん、変なものが入ってないんだ全部に。結局エアコンでさ、うん、乾燥とかするからこれすごいいいね。だからほんまに、だから夏めちゃめちゃいいんよ、うんうんうん、その日焼けとかにもいいから。ちなみにこれはヒアルロン酸も配合されてる。あら、大好きな言葉ヒアルロン酸。ヒアルロン酸大事ですからそう、だからクレイマスクやってからこの保湿クリーム塗ったけど、うん、保湿クリーム自体は全然この後に塗らなあかんもんでもなく、乾燥してるなと思ったら使ってくれて全然 OK って感じのやつです。貸してくれてありがとうございました。あ、でもこれ達也の分もいただいてるんですよ実はへぇ、使ってみよう、うちで。みんなも気になってきたんではないでしょうかということでですね、あの、うん、気になる方はね、ぜひあの皆さん詳しい詳細とか、うんうん、あのお値段だったりとかは、うん、全部概要欄にある、うん、あのサイトから分かりますので、ぜひ皆さん概要欄からそのサイトに飛んで見てみてください。うんうん、で、なんとなんとですよ、はい、先ほどからずっと言ってますけど、本当に私はこれおすすめしたい、もう夏終わりにおすすめしたいってずっと言ってるんですけど、なんとということでですね、このネイチャーカーンさん、なんとサマーエンドセールを開催するということで。サマーエンドセール、はい、ほうほうほう。8月の24から8月の31まで、うん、で、あの、そのどれぐらいオフかっていうのは、うん、ね、うん、商品によって違うので、そこら辺もぜひ概要欄から飛んで、あの、見てみてください。はーい。で、まだ終わりじゃないんです。なんとですね、はい、ネイチャーカーさんも太っ腹かよお前たちっていうぐらい、なんとセカストの割引コードも作ってくれたの。そのコードもあの概要欄に貼ってあるんだけど、うん、それをあのサイト上で入れると、なんと、うん、サマーエンドセールしてるのにもかかわらず、さらにセカストのコード入れると 15% オフ。いや、もう本当にね、ネイチャーカーンさんありがとうございます。もうセカンドストリートにそんなにやってくれたの。そうなのよよかった、私も美容を気にしててっていう感じ、うんうん、で、そのクーポンコードっていうのを、うん、あのまずでも言っといた方がいいんじゃない。そうですね、クーポンコードは 2ST15 です、うんうん、なんで皆さんぜひね、サイトから飛んで、もうこの24から31までめちゃめちゃ安い時に買っていただいて、試してもらって、で、めっちゃいいなと思ったらまた買っていただいて、なんでぜひ皆さん、うん、概要欄から調べて、みんなもお肌綺麗になって、あの、モテライフ過ごそうね。はい、概要欄皆さん貼ってありますので、気になった人はぜひぜひ今すぐにあのお買いを求めくださいませ。はい、綺麗な肌を手に入れろ。ネイチャーカーンの CBD。 私はこれをいつものあのドレッサーのところにしまってきます。はい、ありがとうございました。もう今日はもう寝るだけなんで、もうこれでもう終わりにしますね。はい、皆さん、こちらが私のベッドルームでございます。達也さんが寝てます。意味わかんない。